ハロー、We are GJCC 13期生のアミです。これから小林先生のインタビューを通じて国立の授業やゼミについてご紹介していきます。まずはこちらをどうぞ。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初の質問です。小林先生の専攻分野と具体的な授業の内容についてお聞かせください。国際教育交流論という授業と海外留学入門という授業を教えていますけれども、具体的にはまあ国際教育は国際教育の勧告というユネスコの発表したものに基づいて基礎学力をつけて、国際教育とは何なのか、それに基づく交流とはどういうふうになっているのかというようなことを勉強します。で、海外留学の方は、まあ、将来的に海外に羽ばたこうとしている人たちの、まあ、第一歩だと思うので、それを多角的に支援するという授業になると思います。私も国際教育交流論を受講させていただいているんですけど、中でも国際関係は人間関係だという言葉がすごく印象に残っていて、やっぱり一人一人の教育をちゃんとしていないと国際関係というのはうまく成り立たないのかなと感じました。続いての質問です。授業を通じて学生に身につけていただきたい力は何ですか？ちっちゃな社会でも大きな社会、国際社会でも、もういろんなレベルで、まあ、平和なコミュニティを作ることに貢献できる力というのが大きな括りですね。ものすごく具体的に落とし込むと、異文化感性とか多文化適応力、それからまあ行動力ですかね、はい、この3つに集約されると思います。では次に、小林ゼミでの活動内容やゼミ生の就職先などについてお聞かせください。小林ゼミでは国際教育について学ぶわけですけれども、一番大切なのは学生の自主性を尊重して、学生たちが関心のある課題、まあ、国際問題とかですね、そういった問題について持ち寄って学生だけで決めて、いくつかのグループがそれをプロジェクトとして活動するということになる、なりますね。チームとして動くということになりますので、プロジェクトチームでみんなで協力して個々を生かしながらも全体として成果を出すということですね。頭の中に知識を詰め込むだけということでは考えていないので、さまざまなイベントであったりとかプロジェクトを中心とした活動をですね、展開するということで、具体的には海外研修のテーマから、行き先から何を学びたいのか、誰と交流したいのかということまで、全て含めて学生が自主的に決めていくということですね。まあ、インドとかインドネシアとか外務省が認定してくれた交流イベントとか、まあ、そういったものをどんどん手掛けていくということですね。ゼミ生の就職先を一言で、はい、こういう分野ですというのは非常に難しいんですけれども、公務員あり、製造業あり、それから貿易商社等々あり、たくさんですね。で、まあ、最近の傾向としては毎年数名ずつキャビンアテンダントですか、そういったものに就職する人もずっと継続していましたけども、まあ、ちょっとコロナでね、どうなるか分かりませんけれども、例えば F-35AB という世界で一番最先端の戦闘機の輸入に直接関わっているような人とか、旅行者とかですね、まあ、割とあらゆるところに就職して頑張っています。まあ、みんな楽しんでいると思います、仕事をね。次に、小林先生にとって国際日本学部とはどのようなものかお聞かせください。自分の将来に向かって大学に入ってきてからデザインをするというか、多様なプログラムの中で自分で行き詰まったり、あるいは面白いと思ったりすることを繰り返しながら、自分の道を、まあ、最終的にはゼミか何かですね、集約して行くということ、そういうことができるのが国際日本学部だと思いますね。
では最後に国際日本学部を受験する学生の方々に一言お願いいたします。将来どうしたい、どうなりたいという気持ちがある人はもちろん歓迎しますけれども、何をやっていいのかわからないっていう人、ただし自分の国の国境を飛び越えて何かやってみたいというふうに強く思っている人がいれば、国際日本学部には来てほしいなというふうに考えます。だから将来の夢が明確になっていなくても、前向きな意思とかですね、やる気があれば大歓迎ですから、ぜひ国際日本学部を一つの選択肢として考えてください。 GJSSC の活動は Twitter、Instagram、Facebook、ホームページでそれぞれ確認できますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。 GJSSC の C